アルジャーノン・シドニー・アルジャーノン・シドニーは、新京都革命から王政復古期にかけてのイングランドの政治家、思想家、政治哲学者。ホイック等に属して、共和主義を唱え、イングランド共和国や王政復期イングランド王国に反対した。ライハウス陰謀事件で捉えられ処刑されたが、著作を通して思想は、イングランドとアメリカ合衆国憲法に大きな影響を与えた。 第2代レスター博、ロバート・シドニーと、第9代ノーサンバランド博ヘンリー・パーシーの娘、ドロシーの息子。兄に、第3代レスター博、フィリップ・シドニー。弟に名誉革命の招聘者の一人である初代、ロムニー博爵ヘンリー・シドニー。姉に、初代サンダーランド博爵ヘンリー・スペンサーの妻、ドロシーがおり、第2代、サンダーランド博、ロバート・スペンサーは老いにあたる。また、 詩人のフィリップ・シドニーは王王子にあたる。1642年、兄の下でアイルランド同盟戦争の鎮圧にあたり、第一次イングランド内戦が勃発すると議会派の軍に投じ、1644年のマーストン・ムーアの戦いで負傷した。1645年にカーディフ選挙区から選出され、長期議会の庶民議員になり、 1648年から1651年まで、五皇、長官、1651年、または1653年に、国務会議員に選任された。しかし1653年に、オリバー・クロムウェルが五国教に就任、五国教時代が始まると反対して辞任、一時政界を引退した。1659年に、ジェームズ・ハリントンが設立した政治クラブ、 ロータクラブに参加、ハリントンの共和主義思想に共鳴し彼の親友ヘンリー・ナビルらと共にハリントン派を結成、政界へ復帰してランプ議会で活動したが、同年に国務会議へ復帰、スウェーデン・デンマークの間を調停する施設団主席に選ばれ、デンマークのヘルシングルへ滞在したため、ロータクラブの活動に参加できなくなった。デンマーク滞在中の1660年に、 イングランドで王政復古が起こり、即位したチャールズ2世への制約を拒否したため、イングランドへ戻れなくなり、以後17年間ヨーロッパ大陸へ歴訪に赴いた。この期間、グランドツアーで同じく大陸旅行をしていた老いのサンダーランド博、ロバート・スペンサーとウィリアム・ペンに、イタリアドリノで出会い、政治思想で共感したペンと友好関係を築いた。一方で、 イングランドでの反乱を計画していたという。1677年、父の死に際して、チャールズ2世から帰国を許され、18年ぶりにイングランドへ戻った。しかし、チャールズ2世と弟のヨークコージェームズに対する反対派に身を投じ、1670年にチャールズ2世がフランスを類14世と結んだ。 ドーバーの密約避難に始まり、翌1678年のカトリック陰謀事件を機に本格的に活動を進め、1680年に王権神授説を正当化して絶対君主制を擁護するロバート・フィルマーのパトリアー化が交換されると生態論を発表して反論、議会への復帰も試みホイック等の所属で選挙に出馬した。 クエイカーになったペンの熱心な支援があったが、反対派の選挙妨害などで落選、議会復帰を果たせなかった。それでも保育党で有力者として、対等、1683年にリーダー格のシャフツベリ伯爵アントニー・アシュリー・クーパーが亡命先で死亡すると、代わりに保育党を率いるため結成された6人の指導者からなる6人委員会のうちの1人に選ばれた。 だが同年に、ライハウス陰謀事件が発覚すると関与を疑われ、他の指導者ともども政府の手で逮捕され、証拠不十分にもかかわらず裁判で有罪判決が下り、12月7日に処刑された。60歳だった。死後の1698年に生体論が出版、ジョン・ロックの統治二論と共に、王権神授説、絶対君主制批判の代表的書物となった。 この著作は、法の支配による君主の権力制限と人民の同意を求め、共和主義者、ハリントンの影響を受けながらも君主制を否定せず、最善の統治に君主制、貴族制、民主制が混同された立憲君主制を考えた。シドニーの思想は、ハリントン、ネビル、ロックラの思想とともに18世紀、イギリス、ひいてはアメリカ合衆国にも伝わった。 また生前の1682年にペンが領有するペンシルベニア植民地の憲法を考えていた時にたびたび助言を与え保育等に影響されていたペンの考えなどとともに憲法に反映され保育等が掲げた自由、財産、大義政治は制定された憲法を通じてペンシルベニアやアメリカに影響を与えた。ありがとうございます。